さあ解説していきましょう。三角形 ABC において AB5BC7CA3 とします、この時角への大きさはふにふにで ABAC の内積ふにふにで三角形 ABC の外接円をって言ってるのでもう先に円書いちゃいましょうかね。よいしょとこんな感じかな。で BC が7で、53だからこんなもんですかね。53とこんな感じですか。A があって B があって C があって一応外接円の中心を P としていると。で537っていう風になってた場合もうこれね非常に有名な三角形で、まあ、七五三とか僕は呼んでるんですけど、まあ、この場合ねここの角度が120度になるっていうのは、すぐにわかるんじゃないのかなと思います。まあ、数学の取説 1A のね、ところで有名三角形紹介していて、まあ、そこの部分でもあるんですけれども、まあ、これは有名だから知っておけばいいし忘れたらね普通に余弦定理使って、まあ、7の2乗、5の2乗プラス3の2乗マイナス7の2乗分の2倍の 5×3 みたいな感じで考えてもらえればいいのかなと。あ、今これ文法と文子逆で言っちゃったかもしれない、なのでまあ普通に余弦定理で計算すれば瞬時に出てくると思います。ここはいいでしょう。で、ベクトル ABAC の内積はどうなりますかって話だけど、まあ、ABAC の内積も、これもあっさりですね。角度が分かってしまってますから、5×3× コサインの120度で OK ですよと。ということで、-2/15っていうふうに出てくるわけですね。ここまではいいんですよ。問題はここで、まあ、ぶっちゃけ、もうこれがやりたかっただけなんだけどね。ベクトル AP とベクトル AB の内積どうなりますかって言ってるわけですね。ベクトル、AB とベクトル AP の内積なわけです。これをどう考えていくのかって話ですね。あ、先生、ここ60度です。本当ですか？ねえ、ここが角の2等分かどうかなんてのは分かんないわけですよ。いいですか？じゃあ先生、これどうやって求めればいいんですか？あ、分かった先生、こうですよね。外接円の半径ってあっさり出せますよね。まあ、あっさり出せますね、外接円の半径ね。正弦定理を使ってもらっても構わないし、まあ僕はこれが一番好きですね。このタイプだったら。まあ、よくセンター対策なんかでお話しするんですけど、120度二等辺三角形は1対1対ルート3になっていると。で、そうするとここ120度でしょ。だから適当にこっち側に線取ってあげればこっち60度になるので、中心角 BPC っていうのを考えると120度ですから1対1対ルート3なので、7をルート3分の1倍して半径終わりって感じですね。ちょっと速いスピードだったと思うんですけど、まあ、どっかでまた同じことを説明してますので、割愛しますね。まあ、こんな感じで半径を求めてもいいわけですよ。半径求めて余弦定理使えば角度が出てきますので、それで内積ってやってもいいんだけれども、さあ、これですね。正斜A ベクトルっていうのを使うとうまくいくんですね。もっともっと簡単に解けます。正斜A ベクトルに関しても関連動画でね、載っけてありますので、ぜひ確認してみてください。二等辺三角形があるわけです。二等辺三角形が。P から、これ、AB に対して垂線を下ろした場合、この長さとこの長さって等しくなるわけですよね。ということは、AP と AB の内積っていうのは、この AB の長さと、正斜 A ベクトル、ベクトル AP のベクトル AB に対する正斜 A ベクトルの長さ、これをかけてあげればおしまいだったわけですよ。いいですか？詳しくはね、正斜 A ベクトルの説明のところを見ておいてくださいね。なので、ベクトル AP とベクトル AB の内積っていうのは、実はもう瞬時に求まってしまい、5×2/5でおしまいだったわけですね。5×2/5で2/25になったわけです。だから、正斜 A ベクトルの考え方、正斜 A ベクトル自体を覚えている必要はないんだけれども、考え方がちゃんと分かっていれば瞬殺だったわけですよ。で、同じような要領で、ちょっとこれなんか内積マークが。同じような要領でですね、AP と AC の内積っていうのも先に求めておくと、これもやっぱり、垂線を下ろしてあげれば3と2/3っていうふうに分かっちゃいますから 3×2/3で2/9っていうのが出てくるわけですね。これを踏まえた上で、はい、ここ最後の問題ですね。こっちです。ベクトル AP を、まあ、ベクトル AB とベクトル AC を用いて表した場合、まあ、M と N ですね。係数どうなりますかっていう話なわけです。今、ベクトル AP とベクトル AB の内積を考えられたので、考えていたので、AP、AB の内積。これとベクトル AB の内積取ってあげると、M 倍の、絶対値ベクトル AB の2乗足す N 倍のベクトル AB、AC の内積になるので、こういうふうに考えられると。こいつがどうなるんでしたっけ ?AB の絶対値ですから、何や5の2乗ですから、25M で、
AB と AC の内積に関してはどうなったのかしら。あった、マイナス2分の15ですか。マイナス2分の15になるので、これ N だと。いいですか。よって何が分かったのかっていうと、ベクトル AP とベクトル AB の内積は MN を使って表すとこういうふうにできていて、こっち戻りますよ。 AP と AB の内積っていうのは2分の25になってるわけなんだから、こっちですね、この式っていうのが2分の25になりますよってことなわけですね。よって 25M-2分の15N イコール2分の25だよってことが確認できるわけですよ。いいですか。さあ、あともう一個 M と N の式があればいいわけなんだけれども、もうわかりますよね。こいつとベクトル AC の内積を取ってしまえばいいわけです。ベクトル AC との内積取るとマイナス2分の 25M、AC と AC ですから2乗するので 9N ですか。 9N になり、こいつが2分の9になるわけですか。2分の9っていう式が出てくるわけですね。まあ、おそらく暗算で出せるんじゃないのかなと思います。はい、ということで、あとはこの2つっていうのを連立して解いてあげれば M と N が出てくるだけなので、ここはですね、ちょっと皆さん自分で手を動かして確認をしてみてほしいなと思います。15分の13と、9分の11っていうふうに出てきますよと。よろしいですかね。さあ、こんな感じで考えることができましたよと。まあ、だから正差ベクトルが大事かっていうと、そういうわけじゃなくて、考え方、垂線を下ろした時の長さの積なんだ、内積って長さの積なんだ、これをね、しっかりと理解しておいてもらえるとスムーズに解けたんじゃないのかなと思います。